8月20日火曜日、福井市にある福井県営陸上競技場で開催されていた第51回全国中学校陸上競技選手権大会、通称全中陸上の男子100メートル決勝に出場していた第4中学校3年生小寺慎之介さんの応援に教育長と行ってまいりました。静寂の中、合法とかける足音、そして大歓声、 見事に1位でゴールを駆け抜け習志野の中学生が日本一の中学生スプリンターとなりましたなお小寺慎之介さんは8月8日に開催された関東大会にて中学生の日本記録10秒46を樹立し現日本記録保持者でもあります今後の活躍に大いに期待し注目しましょう